東院学園高等学校は神奈川県横浜市青葉区黒金町に所在する私立高等学校。併設されていた東院学園中学校は2021年3月31日をもって閉校となり、中高一貫教育は東院学園中等教育学校に一本化となった。創立以来男女閉学であったが2018年度入学生から教学となった。 1964年4月、学校法人、東院学園設立と同時に、東院学園高等学校創設。公教育ではできない、私立ならではの教育を目指して設立された。能力別授業を実施、生徒が進学したい大学に入れる学校を目指した。また、クラブ活動を奨励し、1971年には、高校野球において、夏の甲子園で、 初出場、初優勝の快挙を成し遂げた。かつては一学年が1600人のマンモス校で、クラスコース編成を細分化、生徒の進路規模に合わせた授業を展開し、進学実績は急上昇。ピークの1992年では、東大合格者114人、京大合格者16人を輩出している。かつては、神奈川五三やにも数えられていた。定員は、 かつての一学年千六百人から前言されており、二千十九年度の高等学校入学者数は七百七十四人となっている。両こそ、質の経営方針は二千年代に入り、進学実績が激減という形で現れ、九百九十八年から制度化された中等教育学校を起とみて、二千一年に当院学園中等教育学校を分離、 併設した。これにより、小規模で難関大受験に特化する教育の編成ができた。だが、同一施設内に所在し、効果も同じで、設備、グランドなども従来校と共用。中等6年時には、高校女子部の理数コースとの合同の授業も行われ、入試時、在籍時の従来校での成績優秀者は、中等へ編入化とするなど、事実上は、 従来校との連携が行われていた。マンモス校で、最寄り駅からのバスが不便、また、男女教学でないことから、受験生、保護者から敬遠されたと見る受験関係者も多く、これらを打開するため、2018年度には、東院学園高校を男女閉学から男女教学にし、理数化を廃止し、コース別編成にした。 2019年度から、東院学園中学校の募集を停し、東院学園小学部の卒業生は、東院中等教育学校に進学することにした。よって、東院学園高校は、高校からのみの募集となる。2018年度より教学となり、校ス制へと変更した。2019年度の主な合格実績は、国公立大では、東大1名、一橋大2名。 東京大2名、首都大学東京13名、横浜国立大9名、横浜市立大8名、東京学芸大学6名などである。市立大では、総大、慶大46名、上智大53名、東京理科大55名、明治大八十七名、青山学院大64名、立教大43名、中大75名、法政大65名などである。 かつて校則が厳しい学校として知られていたが、近年は大幅に緩和され、生徒の自主性は高くなっている。当院学園の交渉は五十三の霧である。霧には随調、法王が宿るとされ、法王が千里万里を甘かける前に、その力を養うのが霧樹の影である。これは、歴代理事長の母校である、旧制東京高等師範学校にちなんだ交渉と、 なっている。学園内のそれぞれの学校の校歌は、学園化と故障し1970年に制定された。制服は開校当時、男子部は金ボタン5個の学ラン、女子部はブレザーと棒ネクタイだったが、現在は男子部、女子部ともにブレザー、男子部はネクタイ、女子部はリボンに改定され、2015年度から制服もモデルチェンジされた。 2018年度からはバッグメーカーアネロとコラボしたスクールバッグを展開。キャンパスは36万平方キロメートルと広大であり、勉学、スポーツ、上層教育のためのものとなる施設を含め様々なものがある。丹下建造らによる設計である。2017年までは男女別であったが、2018年により男子部中高、中東で用いられていた。 交渉祭を用いる。運動部においては、野球部、サッカー部、ラグビー部、柔道部、剣道部などが全国的な活躍をしている。1971年、公式野球部が甲子園に初出場、初優勝という快挙を成し遂げ、創立間もないが一躍全国に知られることとなった。サッカー部、野球部、ラグビー部、柔道部、剣道部、テニス部などが、 全国優勝している。このように部活動における生徒の活躍が目覚ましい。2007年11月28日午前3時頃、柔道部所属の1年生男子部員が飲酒で酔った状態で金を出せと路上で女性が所持していたカバンを奪い、被害女性の首を掴み10分程度住宅街を連れ回していたところ、青葉署員が強盗容疑の現行犯で逮捕。 取り調べに対し男子生徒は寮で上級生と飲酒していたと供述。2015年8月14日、柔道部所属の1年生男子部員が部活動中に倒れ、コーチの通報で緊急搬送。翌よく,よくひね中傷による多臓器不全で搬送先病院で死亡。野球プロ野球名前の後ろに球団命名機の選手は現役アマチュア野球、指導者サッカー中道ラグビーその他。 アナウンサー男性女性ジャーナリスト、俳優男性女性タレントモデル、お笑いなど医療文系、芸術理系、その他、ありがとうございます。